フロムサンズのハッピーミューズ。この番組はお客様に寄り添い、未来の不安を保険の力で安心に変えるために全力で尽くします。保険のパブレ、かかりつけ病院の主治医のように、あなたのオフィスの IT 通信を調整していきます。オフィス IT チューニング、カムイ光。音楽制作、音楽プロデュース、音のことなら有限会社フィクス。ステップからジョイン、社会へ踏み出す歩みを応援、 NPO 法人プラスハート28。全国から芸人が毎日出演中、モノマネライブバー札幌スタークラブ。セレクトジュエリー、ハッピージュエリー、ワンズクリエイティブプロダクツ。雪国に快適な生活環境を、北方圏住宅の未来を変える融雪装置は雪道山にお任せ、株式会社朝日住雪。笑顔あふれる街づくり、京極町の人々の交流で元気な笑顔が生まれ、充実した生活を送るきっかけになれるよう、毎年音楽祭りを開催。響け音楽で京極を元気に、京極イベントの会。季節によって函館の美味しいお料理を用意して、宮崎恵子ママがお待ちしています。カラオケ喫茶、カラオケスナック殿下、なごみ集うお店丸山裏参道ラプラス、そしてフロムサンズミュージックの提供でお送りします。どうも、山本です。しげです。二人合わせてスズランです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まあ、我々ね、普段はこう札幌を中心に北海道でこう活動してるんですけれども、はい、ね、今日なんかね、私山本の方が札幌市は豊平区からやってまいりまして、しげさんの方が札幌市は白石区からやってまいりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、本当にね、あんま区までは言わないですけどね、いやでもね、その区を言った方が、あ、私豊平に住んでるわとか、あ、私白石に友達がいるわみたいな感じで、なんかこう親近感を持ってもらう、距離が近くなる。そうそう、私がですね、札幌私は豊平区、豊平2条3丁目2の1からやってます。全部言っちゃって大丈夫ですか？大丈夫ですか？まあまあ大丈夫ね、マンション白石くんね、やめて、本当にね、まあまあまあね、マンションで、まあ、はい、ね、まあやってはいるんですけれども、うん、まあ我々ね、おばあちゃんがいまして、はい、ね、今もう、今いくつですかね、95歳ですかね。95歳のおばあちゃん、もうすごいね、元気なんです。あ、いいですね。ね、この95歳のおばあちゃん、とにかくすごくてね、もう何がすごいってね、もう虫歯がないんですよ。え、虫歯がない？そ、すごくないですか？すごいでしょ、まあ歯がないんですけどね。歯がねえよ、お前。だったらお前虫歯ないよ、お前。もう虫歯でね、歯が全部なくなっちゃったんですけどね。どういうことだね。まあでもね、こういう元気なんですけれども、そんなね、元気なおばあちゃんをね、狙ってこう悪いことをする輩とか結構いるじゃないですか。なんかね、テレビのニュースとかでね、思いながら、オレオレ詐欺ってやつですよね。あ、そうね、いまだにね、こう電話をしてね、なんかこう、高額の、なんかお金をね、こう騙し取っていくみたいな。そうそうそう、騙し取る犯罪が多いんですよ。あれ良くないですよね。だからね、ちょっとね、そのオレオレ詐欺っていうのはどんな感じで電話をかけてくるっていうのかね、ちょっと今日やってみようかなと思って。あ、なるほどね、抑止力となる。そうそう、だから私が電話かけますんで、あなたちょっとおじいさんやってください、はい、ピッポッパポピプルプルガチャ。はい、もしもし、杉村でございます。もしもし、山本ですけれども。いや、名前言ってどうするんだ。え、名前言っちゃダメなんだよ。名前言っちゃダメなの？いや、まあ、杉村って言われたからやっぱ山本ですっていうのは、やっぱそれが礼儀だと思う。オレオレ詐欺だから、オレオレって言わないと。あ、そこでオレオレって言うわけだ。オレオレって言わないと。あんた、あ、なるほど、そこで名前言わずにオレオレ。オッケーオッケー。ピポッパポピプルルプルルガチャ。はい、もしもし、杉村でございます。もしもし、オレ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 、あ、ヒロシかい？いえ、山本なんですけれども。名前言っちゃダメなんだよ。え、何？名前言うなって。いや、ヒロシじゃないから俺。いや、ヒロシ。親からつけてもらった大事な名前があるんだよ。高雪っていう名前があるんだよ。本当に俺は嘘はつけないんだよ。すぐ捕まっちゃう。そんな嘘ついたら泥棒の始まりなんだよ。泥棒なんだよ。あ、そうか。泥棒と変わんないことするんだから今。あ、そうか。なるほどな。じゃあ、ヒロシかいって言われたら、ヒロシになりきるんだ。ヒロシになりきらなきゃいけない。そうだよ。ヒロシになりきって話を進めていかなきゃいけない。そうそうそう。十分詳しいな。さすが元経験者だ。いやいや、やってない、やってない、やってない、あ、やってない、そうだね、やってないね、これからやるんだよね。いや、やるんじゃない。あ、確かにね。
やめろ、変なこと言うんだよ。勉強したんです。勉強したのね。だから、ヒロシに騙されないように勉強したの。そうそうそう。で、ヒロシになりきって電話をすればいいんです。オッケーオッケー。ピポパポピプルプル。じゃあ、はい、もしもし、杉村でございます。俺俺。俺俺。俺俺。あ、ヒロシかい？ああ、そうだよ、ヒロシだよ。ああ、ヒロシ、一体どうしたんだい？ああ、久しぶりにじいちゃんに電話してみてさ、元気かなと思ってさ。ああ、じいちゃんは元気だよ。ああ、最近雪も降ったしさ、雪かきとか大変だろ。ああ、風邪なんかひいてない？大丈夫だよ。怪我なんかしてない？してないよ。ああ、そうか、よかったよ。じゃあ、また電話するよ、ガチャ。聞いてどうすんの？何？普通のお前おじいちゃんにかける電話じゃねえかさ。安否を確認したら。安否を確認。ヒロシになりきるんだろ。ヒロシっていうのはおじいちゃん子でいいやつなんだよ。お前センスないな。え？ダメだよ。俺俺詐欺の？全然センスない。そんなセンスはいらないんだけど。俺やるよ。あなたやります、うん、じゃああなたが電話をかける方です。じゃあ私が電話を受ける方です。受ける方。オッケーオッケーオッケー。ピポパポピプープルー。ガチャ。俺俺。お前が言ってどうすんの？何？え、違う。お前が言っちゃダメだ。おじいさんおばあさんって俺俺って言うよ。たまに言う人いるんだよ、うん、そうじゃなくて、おばあさん俺俺って言うよ。おばあさんで、おじいさんおばあさんってタバコ飲むって言う。うるせえよお前。え、そんな話してる。おっかねえはタバコ飲むんだぞ。これ実際飲むわけじゃないんだよ。吸うことは飲むっていうの、うん、そんな話どうでもいいんだよ。違う、出て。普通に、普通に俺俺って言う。俺俺じゃない、普通に山本ですね。そうそうそう。ピッポッパッポッピップループルー。ガチャ。もしもし、山本です。俺俺。ん？俺俺。ヒロシかい？そうだよ、ヒロシだよ。うん、じいちゃん、実はさ、頼み事なんだよ、うん、おじいさんさ、会社行く途中に事故っちゃって、うん、今日中に300万払わないと俺会社クビになっちゃうんだよ。ヒロシ、なんてことをしてくれたんだ。助けてくれよ、じいちゃん。ちょっと待って、俺、ヒロシ、お前大変なことしたな。ヒロシ、そこにいんのかい？もういいよ。どうもありがとうございました。立春も過ぎました。どこか気持ちが軽くなりますよね。さあ、今回も始まりましたフロムサンズのハッピーミューズ、音楽の女神たち。見れば元気にやる気も出る、音楽も綺麗もお話美人がお届けいたします。毎月1回、音楽仲間の皆さんをはじめ、さまざまなジャンルのタレントさんをお迎えして、歌はもちろんのこと、トーク楽しくお送りしてまいります。華やかに運を呼び込むハッピーミューズ、今日も最後までお付き合いください。さあ、今日のオープニングは、お笑いコンビ、スズランのお二人でした。皆さん、ごきげんよう。千原咲でございます。新たな一年をより良い年にするために、ハッピーミューズ、今年のテーマですけれども、笑顔にしてみました。はい。もう嬉しい時も楽しい時も、ね、いつも笑顔でもいられますし、はい。そして、笑顔でいますと、うん、心も、体も、とても元気になります。はい。ということで、先月は、はい。林家とんでひえさんをね、はい。お迎えして、皆様に笑っていただきましたけれども、そうですね、今月は、はい。お笑いコンビ、うん。すずらんさんに来ていただきました。さきさん、それでは早速お呼びいたしましょうか。はい、ね、すずらんさんのお二人でーす。どうも、よろしくお願いします。すみません、よろしくお願いします。お願いいたします。いやいやいや。ようこそ、ね、いや、お二方、座ってくれるかな。座った方がいいんですね。見えたら見えたら出ちゃってくるから。すみません。いいえ、とんでもございません。ありがとうございます。よくお越しくださいました。いやいや、本当、1年ぶりで。お久しぶりでございます。全然お変わりなく。今日は、ね、マスクもちゃんとみんな取って。うん、あ、まだ、あれですかね。ちゃんとした顔。マスク取った顔だよ。マスクの、あれですか、知ってたらちゃんとしてない顔だったってことですか。山本さんのね、はい、目がでかくてね。はい。あの、1年前にも、目でかいですねって言った記憶があるんですけど、はい、言ってませんでしたっけ。いや、私には全く記憶がないですから。本当ですか？目がでかいですね、なんて、そんなこと言ってたんですか？言ってましたよ。そんなの、この時代にですか？そういう、容姿いじりみたいな、そんなことしてたんですか？そうですよ。やっぱり、大きいですよ。いや、でも、そうですね、年々大きくなってるかもしれません、ね。そんなわけないじゃん。そんなわけないじゃないですか。もう適当に、もう本当にいつも。適当なんですよ。ねえ、そうなんですよ。ねえ、でも本当にもう、あれですね、ここ、さきさんも常にこう、笑顔でいらっしゃって、本当に、なんか。ハッピーミューズ。何喋ってるんですか？人が今喋ろうとしてたところ、なんで急にコマーシャルみたいに。
なんですか。今年のテーマは笑顔ですか、はい、笑顔。ねえ、大事ですね。うん、本当に。あれ、渋谷さん太った？あの、乗っけから、結構失礼な。ねえ、私は目が大きい。しげさんは太った、みたいな。すごいですね。今ちょっと撮りましたかね。ちょっと太った。いや、でも、そんな見てました、1年間ずっと。見てない。適当ですね。でも、しげさんあれですかね、こう見えて、すごい、あの、ご飯をいっぱいたくさん食べる人なんですよ。そうなんですよ。だから太っちゃうんですよ。でも、あれですからね、本当に。すぐなんか食べてはトイレ行ってみたいな。なるほど。結構ね、その、はい、なんでしょう、ロケット鉛筆みたいな感じで。入れたら出るみたいな。ピストンなんか。ロケット鉛筆いいじゃないですか。なんでピストンなんか。気に入らなかったですよね、さきさんね。いやいやいや、ロケット鉛筆の表現がね、気に入らないですよね。ロケット鉛筆が想像できないですもんね。ね、バケツリレーみたいな感じでね。そういうことですか。次から次とね。バケツリレー。ね、あんな感じ。よくわかってないじゃん。そう、ピストン、あ、ピストン、そう、バケツリレーが分かってなかったですね。そうそうそう。ね、そうよく食べるんですよ。うん、そういう YouTube もやってまして。え、そうなんですか。そうなんですか。知らなかった。でも私ね、はい、急なんだけど、はいはい、昨年の暮れに、孤独のグルメって、再放送やってたんですよ。はい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 、そして、あの、はい、こっち、この丸山の焼肉屋さん を紹介されてて、はい、して何気なく見てたんですよね。はい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 、そしたら、ちゃっかり、出てるから、ちゃっかりじゃないですよ。ちゃっかり、依頼があったんですよ。僕ら本当にお客さんで行ってたわけじゃないですか。だとしたら、名前違うじゃないですか。ちゃんとドラマですからね。ちゃっかりって何ですか。あと、あの、去年の年末にやってた再放送じゃないですか。2年前にちゃんとお正月にやってるわけですよ。はい、で、去年お会いした時にそれ言ってないってことは、去年、一昨年のやつを見てないってことですよね。あ、そうかも。ね。だって、一昨年の話ですからね。そうですね。ええ。そう、去年やって。もうつい最近見たから嬉しくって、今日言おう言おうと思って。はいはい、再放送の話を。再放送あんまり言われないですけどね、再放送の話って。ちゃっかり見てましたよねって言ってました。そのやっぱリアルタイムで見て言われることがありましたけど、再放送見たよって言って、なんかそんな感じで言われるの初めてです。なんて失礼なのかしら。本当ですよ、気づいてください。今気がつきました。そうやって見ていただいたのは嬉しいです、ね。ありがとうございます。でも、なんかね、嬉しかったの。あ、はいはい、そう出てると思って。そうですね、あんまりこうテレビとかも出てないですからね。ねそういうこと、そういうことを言ったわけですよね。あなたたちなんかテレビにも出ていないわけだから。ねえ。さあ、大丈夫です。お水をください。今、血入ったじゃないですか。血入った。大丈夫ですか、今。いや、やめてください。怪獣じゃないですか。怪獣じゃない。いや、それで、でも、はい、でも、はい、今、あの、ここ一でなくて。ここ一はカレーです。もう、まとめて喋りましょうよ。ここのすすきのですか。ここのすすきの。はい。全然違う。ここのすすきのと、ココイチを間違ったんですか。勘弁してくださいよ。まあ、近くにありますよ。そうですね。ココのすすきので、はい、新しくできましたね。なんかあの、なんかやられてるんですよね。一応ミッドアルファスタジオというところのブースがあって、そこで各週の火曜日に、ちょっと僕らもレギュラーで出させていただいてるんですよ。なるほど。そうなんです。じゃあ、火曜日に行けば、お会いできる、はい、まあそうですね。そうですね。各週ですね。毎週なんです、ね。各週なんで。あ、各週ね。聞きました。ちょっと、さっき話聞きましょうよ。ね、ちょっと、マジで。ここのすすきの文章が近い。さきさんが聞いたから我々情報を言ったんですよ。そしたらもう聞いてないじゃないですか、全然。どっちが司会かわからないよ。どっちが司会かわかんないって。いや、それはさきさんとね、本当に。失礼いたしました。もうフォローするわけじゃないですけど、はい、もうお二人に会ったことが嬉しくて嬉しいです。嬉しいですよ。本当だったよ。嬉しいですよ。ね、でも僕らも嬉しいですよ。いや、本当ですか、はい、だからいろいろね、そうです。その、ミッドアルファスタジオも始まりましたし、どういう番組やってると思いますか。うん、そこを聞きたかったやってるっていうところまでは情報が出てたんですね。そうです。ああ、そうなんですね。我々、あの、今、
すごいお笑いなんですけど、今、大学生お笑いっていう、大学生でお笑いをやってる方結構いるんですよ。多分知らないですよね。知らなかったです。結構東京、大阪なんかでは、その、大学生お笑いの文化がですね、すごい盛んで、もう本当に今、この前も大学生 M1 グランプリっていうのは全国であったんですけど、それも今400組ぐらいが出てみたいな。そうです。すごいもう熱いね。そうなんです。状態でございます。で、そういうのがあって我々も、北海道の大学生のお笑いの人たちを対象に、大根っていう、はい、北海道ナンバーワン大学生お笑いコンテストっていう。ああ、大根って。はい。で今大学生コンテスト、ね、はい、なんだと思いました。いや野菜でした。野菜のね。こいつは何言ってんだと思いました。大根、それどういう意味につながるのかなって考えながら、はい、でそれで大学生のお笑いコンテスト主催だとか去年は1年、はい、やらせていただいて、はい、そうなんです。でその、コンテストに出てた大学生と一緒に今こうそのミッドラバスタジオ、ここのすすきのミッドラバスタジオで、すずらん大学お笑い研究会という番組をやらせていただいて、そうなんです。なるほど。それって、どれぐらいの時間やってるんですか？時間はそうです。1時間です。そうですね。夜7時から夜8時まで。1時間ですね。夜7時から。はい。です。各週ですね。各週です。そうギリギリでしたね。ミッドアルファスタジオの YouTube 配信で見られますんで、もしよかったらそうなんです、見てほしいです。はい、もう、まあね、YouTube 配信もいいんですけど、ぜひね、来ていただければ。そうです、目の前でも見れますし、そうなんです、うんうんうん。特殊なブースで外から話しかけたことも聞こえるんですよ。会話ができるんですよ。そう。なので、ぜひ、サキさんも。だから、本当によくわからなくなってくるんですよ。その、見てる人もいないし、YouTube 配信も誰も見ていない中で、一体我々は何に向かって誰と喋っているんだろうみたいな。時折、なんか、そういった変な状況に陥ることがあるんで、もしよかったら、サキさんとも、まあ、スタジオには入れませんけど、絶対。入れませんけど、いや、本当に入れません。本当に、こんなもう、迷惑です。もう入られた。めちゃくちゃにされちゃいました。我々のちゃんとした放送が。ちゃんとしてるんですから、我々。本当に。だって、お笑いコンビさんだから、はいはいはい、お笑いのことやってるのかなと思ってましたもん。お笑いのことをやってるんですよ、さきさん。さきさん、そうでしょ？さきさん、ごめんなさい。誰と何を話してるんですか？いや、だから真面目にって言ったから、なんかすごい難しい。いや、むずい。それは難しい。いや、お笑いのことについてこう語ってはいますけれども、さきさん、じゃあお笑い語りますか？ねえ、さきさん。ダメなんですって。さきさん、じゃあ去年の例えば M1 グランプリ優勝したコンビとかわかりますか？クイズですね、クイズ。はい。それだけお笑い語りたいって言うんであれば、さきさん。もうこれはわかりますよね。結構今テレビ出てますよ。若手のお笑い芸人。M1 グランプリはご存知ですよね。不安だな、それも。M1 で。いや、ね、どこ見て喋ってるんですか、さっきから。答え。見たの。見たの。M1 グランプリ。見たんだけど。レですよ、レ。最初にレがつきます。レ。はい。レ。思い浮かぶもの言ってください。レですよ。はい。レモン。レモン。レモン。漢字、はい、何でしたっけ。やばい、本当に出てこない。レモンって何なんだろう。その前のそれよりも可愛いコンビ名ですね。しりとりやってんじゃないんですよね。しりとりだって、熱い。熱い。しりとりだとしても負けてますから。本当に、本当に何でしたっけ。レイはそうだ、はい、レイは次カタカナです。そうです。レイはロマン。あ、待つか、ロマン。見ました。何なんですか。ボケるならボケる。ねえ、ボケないならボケない。急に、ね、スイッチ切るやつ。どうなんですか。急にどこってどこまで振ればよかったんですよ。ごめん。上が巣で、なんていうコンビですかって聞けばよかったですね。2文字目まで聞いちゃうと、図が出ちゃいますもんね。ごめんなさい。やり直します。何で図が出ちゃうと。やり直します。そうです。上が巣がつくコンビ名が。一番下がいいですね。お、巣で、巣で、ちょっと待って。巣で終わる。さきさん、そのコンビ名教えてくださいよ。言っちゃうかね。
と言えよ早く今振ったようが何で言うかよ言いやすいように振ったでしょうが鈴蘭さんですボケねえのかよそれでちょっとボケるの期待してましたけど。すいません。ありがとうございます。嬉しいです。ボケようかどうしようか迷ったんです。いや、嬉しいです。数少ないファンの方で。いや、そうね。嬉しいです。でも、それだけね、我々のことをファンだって言ってくれるんだったら、もちろんね、フルネームわかりますよね。すぐ、はい、ね。山本さんとしげさんしかわかんないかもしれない。え、わかんないですよ。だってファンなんですよね。まあ。山本なんですか、僕、名前。関西かな山本関西さん、これは面白い。ああ、おかしい。ザルトリカさん、ザルトリカ。おかしい。おかしいですね。ほんとね、お笑いですもんね。関西ですよね。面白い。関西と関西がかかってんのかな。面白い。しげさん、しげさんの情報わかりますか？僕のプレイのごめんなさい。しげさん？しげさん知ってます？でも、先ほどネタで僕、ネタの中で言ってましたよ。本当ですか？はい。聞いてなかったの？いい加減してくださいよ。山本さんもネタの中で言ってましたよ。プレネーム言ってましたよ。そうですよ。何行きって言ってる。おおね、なんか勝行き違う。なんかそんなような感じ、行きって言ってる気がする。高行きです。あ、高行きさん。そっか。じゃあ、なんて言ったの？名字言ってましたよ。私、はい、もしもし、何々ですって言ってましたよ。言ってましたよ。いや、言ってた。言ってましたよね。ダメ、覚えてる。もういい加減にしてよ。1年前もそんな感じでしたよね。ずっと。怖ないですよね。いや、本当にもうやだ。やだって。なんてこと言うんですか。もう本当嬉しい。杉村です。杉村さん。はいはい。思い出しました。杉村さん。言ってましたよ。いや、思い出してる。はじめましてですか。言ったことも覚えてないですけど、いや、嬉しい。いや、でもこうやってね。すいません。いや、おかしいです、杉村さん。杉村と山本ですね。杉村茂弘って言います。茂弘さんね。茂弘です。杉村茂弘の茂を取って茂さんですから。はい。前もね、なんで、そうそうって知らなかったじゃないですか。そうそうって言ってんだから。自分の中でそうそうって満足して。あ、満足した。満足して。で、茂さんで、なんで山本さんなのかなと思ってね。はいはいはい。ほら、普通だったら、タカアンドトスじゃないけど、タカアンドトスでしょ？普通だったら、シゲタカとかタカ、あ、タカ言うか。自分で喋ってて自分で結論に持ってっても強引。目立て。すごい。自分で事件を起こして自分で解決しました。すごいですよ。犯人はこの中にいます。私です。単独事故。ええ、本当に。いい加減にしてくださいよ。そう、不思議に思ったんですよ、ね。ああ、ありがとうございます。なんでいや、別に何か、ニックネームが特になかったんですよ。なるほど。うん、別に。昔から別に山本って言われてましたし。もうずっとシゲですし。だからでもないと思うんですけど。ニックネームがなかったんですよね、あんまり。そうそうそう。なんかありそう。なんか今ちょっとカマキリに似てます。ちょっと待って。ちょっと手やって。手やって。おやつやって。違う、違う。もうごめんごめん。いやいや、送り方は。うわ、カマキリだ。これね、カマキリですね。カマキリだ。ちょっとに、あ、ごめんなさい。へこんだ。いや、最初ね。あんまり人を昆虫で例えるのよくないっすよ。よくないよ、本当に。天才です、カマキリ。僕何で言ってます？いやいやいや、考えてもいいやつなんだね。俺よりもひどい。考えてもいないっすよ。眼中に。なんだろう、いやいや、眼中に。あ、ないわけじゃないですよ。いい加減にしてよ。こう喋ってこうやって顔見てたら、なんとなくね。見えてきました。見えてくる。こんなになってました。目も大きいし、なんかちょっとカマキリ。あんま良くないですよ。すみません。普通に喋ってて、あ、この人、そんなことよりもカマキリに似てるなって思いながら喋ってたってことですよ。よくないっすよ。前回のトンデヘイさんは何言ってたんですか？いやいやいや、トンデヘイさんはトンデヘイさん。よくない。もうさ、カマキリ。初めて。カマキリなんて言われた。じゃあちょっとね、あの、イベントのお話なのね。何急に。何なんすか、その。何なんすか。ずっとほら、なんかこんなね、容姿のこと言っちゃってましたから。ちょっとイベントの話とか、ちょっとやっぱりね、
そうですね。まあ先ほども言ったんですけれども、大学生のお笑いコンテストですね、その大根っていうのが、第3回、今年5月からちょっと予定しておりますので、もしよかったらね、佐紀さんとかも、ね、大学生だけですか？大学生のお笑いコンテスト。あ、でも入られたらもう行きますか？実際去年あるんですよ。このコンテストに出るために大学に入ってっていう人もいたんですよ。放送大学にわざわざ入って。すごい。そうなんですよね。まあ残念ながら、その方予選で敗退しましたけども。はい。なるほど。だけはあったと。そう、情熱、そう、情熱あれば出れるんで、うん。それもまた今年5月からエントリーを開始しようと思ってますんで、はい、また、はい、詳細決まり次第、はい、はい、連絡させていただきます。そうですね。はい、YouTube とかもね、やってますんで。はい、そうなんです。鈴蘭、お笑いチャンネルで検索していただければ。それこそ、しげさんのね、大食い。あ、食べてます。大食いいっぱい食べてます。2キロぐらいは絶対食べれる。この前もスープカレーのラマイさんっていう、はい、もう本当にもうこんな。1キロ超えの、金玉兄っていうね。あ、島根じゃないですよ。そういう山があるんですよ。山があるんですよ。はい、山っていう。高原ね。さっきびっくりしませんか？なんてことをおっしゃったんだみたいな。で一瞬びっくりしましたよね。急に言うもんだから。そういうのじゃないですよ。本当にそういう。あるんですよ。あるんですよ。そういうメニューが。ライス、ね。ライスが、1キロ超えのライスがあるんですよ。とスープカレーで大体2キロくらいを。もともと食べる方？もともと食べる方です。あ、そうなんですね。はい、これも落ちましたからね。最高でどんぐらいですか？最高で多分 2.8 キロのラーメン19分です。19分、はい、うわもう飲み込む感じですね、もう。そうですね。ね。ずるずるずるっとこうやって、最後全部飲んで。それなんかの番組でやったわけですか？出たわけですか？個人的に。こんなに喜んでいただけるんですか？いや、多いですからね、そういう。そう、どれくらい食べれるのかなと思って、まあよく食べるとは言われるけどっていうので、なんかその大食いの登竜門みたいなラーメン屋さんがあったんですよ。はい。それ東京なんですけども、でそこ行って、これを食べたら、まあ一応、大食い認定だよっていうのが。なるほど、じゃあ、それを食べて。認定をされて。そうです。じゃあそういうチャンネルもあるということで。そうです。じゃあそれもちょっとね、はい、皆様、見ていただきたいですね。よろしくお願いします。はい。まあ。カマキリの木って言ってましたけど、本当はそうではなくて、すっごいイケメンのカマキリってことです。いやいや、カマキリじゃないか。え、結局すっごいイケメンのカマキリですって。カマキリじゃないか、結局。でもね、本当にイケメンの誰かなって言うのかと思ったら、結局いい加減にしてくださいよ。カマキリですよ。一回上がらせといて。ねえ、佐紀さんとね、佐紀さんのカマキリのネタはこれからも続けて続かないですよ。何言ってるんですか。楽しいお時間というのはあらといいます。もう、はい、もう、あ、もう終わりですか。お別れの時間が近づいてきたんですけれども、はい、でも、スズランのお二人は、はい、この若手の育成にも、今力を注いでいるってすごいお話、そうですね、聞きましたよね。大学生じゃなくても、高校生とか、はいはいはい、専門学校に通っている学生さんたちも OK なんですか？一応大学生と専門学校生ですね。高校生ちょっと、いろいろこう夜ライブやったりとか、ちょっと、そうですよね。結構未成年なんで、こう、はい、どう扱っていいかが、ちょっとわからないんで。制限もありますもんね。大学生だと結構20歳以上の方が多いので、そういう人だったんですよ。はい、いやでもすごい立派な、はい、お話ですよね。いやいや、ありがとうございました。でも今年も、はい、テレビも引っ張りだこで、そんな全然ですよ。全然ではないですよ。全然そんなに。もうテレビでも拝見させていただいているので。あ、本当ですか。ね、今後のご活躍も楽しみに応援させていただきます。ありがとうございます。応援させていただきます。ぜひぜひフロムサウンズのイベントの方でもご一緒できる日をお楽しみにしますので。はい、いつでも空いてますんで。いつでも空いてるそうです。すぐやってください。やった。来週も出れますよ。やった。来週、ちょっと来週僕ちょっとカマキリの育成があるんですよ。お前育成したのかよ、カマキリ。ちょっとすいません。来週がちょっと、はい、無理なんです。来週でね。じゃあ、各週で。そうですね、各週で。ありがとうございます。じゃあ、またぜひお越しいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日のゲストは、お笑いコンビ、すずらんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
シンガーソングライター阿部拓磨さんで君の声お聴きいただきました。いい曲ですね。ありがとうございます。はい、まあ、自分が20代ぐらいの時にですね、うん、作った歌、ちょっと切ないラブソングみたいな感じで、はい、まあ、心を込めて歌わせていただきました、うん、はい、もちろん阿部拓さんがお作りになられた曲ですね。そうですね、作って、まあ、若干実体験も踏まえながら、はい、そんな感じの曲になってます、ね、そんな感じですさあ阿部拓さん、はい、月間カラオケファン、はい、いよいよですね。いよいよそうですね。はい、北海道からタレントさんを発信するということで、はい、執筆は阿部拓さんということなんですけれども、僕が担当するということになりましてですね、うん、いよいよ、はい、記事がこれからできると、はい、これからできるですね。そうですね、はい、まあ第1回目はですね、うん、やはり我らがですね、はい、フロムサウンズの、アーティストというかですね、はい、歌手の皆さんをご紹介していきたいなというふうに思っております、うん、はい、もちろんまずは千原咲さんをですね、はい、フィーチャーして、そういった感じの記事にしたいなというふうに思います、はい、もう北海道でね、うん、いろいろ実績を積み上げてきた、はい、歌手の方でございますので、はい、そのあたりの今までのね異業だったり、まあ、テレビ番組、初めて北海道で、はい、演歌をメインにしたテレビ番組を、されたのはその千原咲さんが初めてだった。そうなんですよ、ね、そういったこととかですね、うん、あと、まあ、各種イベントでの活躍だったりとか、うん、そういったものをいろいろご紹介して、はい、まあ、僕も執筆させていただきますので、ね、うん、僕の活動なんかもちょっと紹介できればなというふうに。なるほど、ちゃっかり。そうですね。まあ、そんな感じで、森脇さんの、ね、はい、記事にしたいなというふうに思っております。それでね、はい、月刊カラオケファン、全国でね、はい、ご覧いただいている方もいるかと思いますけども、うん、まあ、こうやって、フルムサウンズのハッピーミューズという、うん、YouTube の番組も今やっておりますので、はい、まあ、カラオケファンをご覧になった方がですね、うん、このハッピーミューズの番組を、うん、ご覧いただいたり、また逆にね、はい、ハッピーミューズをご覧の方がですね、カラオケファンちょっと読んでみようかなっていうふうに思っていただいたりすると、はい、非常に嬉しいなというふうに思っております。そうですよ ね、カラオケファンきっかけでこのハッピーミューズだけではなく、はい、フロムサウンズの、チャンネルからいろんな動画をご覧いただける、はい、そうなんです、たくさんねかもしれないですね。歌も聴けますし、うん、過去のね、トークもはい、もたくさんありますので、そうですね、それで楽しんでいただければなみたいな、はい、一石二鳥ですね。そうですね、楽しみにしてますので、頑張って書きたいなというふうに思います、はい、お楽しみにしていただければと思います。それでは阿部拓さん、はい、阿部拓さんが月刊カラオケファンでまずは発信したいというこの方の曲聴かせていただきましょうか。そうですね、はい、はい、北海道屈指の演歌歌手千原咲さんで春ひとつ。
アメジストという石も誕生石になっているんですよね、はい、で石には石言葉というのがあって、アメジストが好奇、誠実、心の平和、そして愛情です、うん、でキャッツアイの方が守護、慈愛ということなんですが、2月といえば誰かのお誕生日ですよね、うん、ねえ、三木本さんそうです我らがボス、はい、三木本社長のお誕生日なんです、うん、2月4日です、おめでとうございます。もう一人、はい、ミューズ仲間の上田真美さんが2月1日の誕生日でした。でですね、芸能人でも2月生まれの方ってすごく多くて、福山雅治さんが2月6日好き好き橋本環奈さん2月3日あ好き、目黒蓮さん2月16日好き、有村架純さん2月13日好き、須田将暉さん2月21日好き、佐々木希さんがなんと、うんうん、三木本さんと同じ2月4日なんです、まあはい、ね、好き好き吉沢亮さんも2月1日生まれということで、うん、ワンズの渡辺社長のお話だと、うんうん、2月は美男美女が多い月なんじゃないですか、多い月ね、はい、まあ、例外もある例外はね、例外はね何月でもありますからねということで、はい、今回のハッピービューズお楽しみいただけましたでしょうか。今回は鈴浦さん、ね、お迎えいたしましたけれども楽しかった、ね、もうほっぺの筋肉が筋肉質になるぐらい筋肉質で笑わせていただきましたね、楽しかったですね。筋肉痛じゃなくて筋肉質に、筋肉質なんですか、鍛えられたってお私筋肉痛になりそうですじゃあ明日明後日お気をつけください今日だって私俺水玉でしょ、はい、で水溜まっちゃってるからね、水溜まっちゃってる、そうなんですそうなんです、大きいドットとちっちゃいドットでドット気
ました。今回も楽しかったですね。楽しかったです。阿部拓さんも今回はいかがでしたでしょうか。今日もね、今回もすごい楽しい時間過ごさせてもらいまして、はい、ありがとうございました。また、はい、ね、来月以降も、ね、はい、楽しんで、皆さんに楽しんでいただけるようにと思っております。はい、今日レースかなんかこれから出るんですか。レースじゃないです。競艇が。あ、そうそう、ジャンプね、スキージャンプ。スキージャンプ、薄着ですね。そうです。今薄着が流行ってる。ああ、なるほど。ジャンプ界隈。そんなレース。そんな痛い。傷だらけになる。そうですよね。ビリビリになっちゃってね。ビリビリ。ともあれ、また遊びに来てください。よろしくお願いいたします。ということで今回のフロムサンズのハッピーニューズ、ここでお別れの時間となりました、はい、皆さんチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いいたします。フロムサンズのハッピーニューズ、お相手は千原咲、阿部拓磨、そして金沢さやかでした。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。Wi-Fi がサクサクつながる、通信関連の相談先がまとまって安心、コスト削減で通信費がこんなに安くなったなど、喜びの声をたくさんいただいています。お任せください。 IT のプロ集団があなたのオフィスを改善します。オフィス IT チューニング、カムイ光。お客様に寄り添い、不安を安心に変えるために全力を尽くします。皆様から安心してご相談いただける人と組織であり続けます。お客様の利益を優先してご提案します。コンプライアンスを重視し、適法かつ適正な活動を行います。未来の不安を保険の力で安心に変える保険のパブレ。お問い合わせは 0120-975-982 までお電話ください。夢や希望、生きがいを持って人生を豊かに、そして人と関わる楽しさと喜びを伝えたい。プラスハート28はできること、やりたいことを見つけて社会へ踏み出す一歩を応援します。見学体験、いつでもお待ちしています。就労継続支援 B 型事業所、プラスハート28。フロムサンズミュージック、宮崎佳子でございます。あなたと私の影帽子、 YouTube での配信、カラオケダムでも配信してます。どうぞ聴いてください。歌ってくださいね。よろしくお願いいたします。そして私の住む町函館、カラオケ喫茶&スナック殿下でお待ちいたしております。ぜひ遊びにいらしてください。